8月初旬都内近郊の公園でロケ撮影をしていたのは韓国の人気グループ 2PM のメンバーで俳優のオクテギョン主演を務めるネットフリックス配信ドラマ「ソウルメイト」の撮影のため来日していたのだ写真あり驚異の高身長オクテギョンの視線はスタッフらの頭一つつふん高くにこの日は気温35度に迫る猛暑で 撮影現場には数張りのテントが張られ、撮影の合間には水分を補給したり、氷濃で顔や首を冷やしたりするなど、熱中症にならないように万全の体制が取られていた。共演する磯村優斗もまた、テントで休みながらの撮影。日陰がない広い芝生で、フリスビーで遊ぶシーンの撮影だったが、炎天下での撮影にかなり苦労していた様子だ。奥手ンといえば、 2008年に 2PM のメンバーとしてデビューして以来、韓国のトップアイドルとして活躍している。芸能関係者はこう話す。インスタグラムのフォロワーは400万人余り。若者を中心に、絶大な人気を誇ります。テギョンは日本でも単独コンサートを開くなど、人気が非常に高いです。2023年10月にはデビュー15周年の記念ライブを都内で開催しました。 この間、メンバーの入隊やコロナ禍で、6人全員が揃うことがなかったため、8年ぶりの完全体でのコンサートだったということで、ファンの興奮ぶりには凄まじいものがありました。俳優としての実績も着々と積み重ね、日本での活動も本格化している。今回、撮影していたソウルメイト以外にも、2024年冬に公開予定の映画、グランメゾンパリ。 絵の出演も控えている。主演は木村拓也で2019年にヒットしたドラマ、ブランメゾン東京 TBSK の続編として映画化されることになったものだ。だが、心配される事態があると前室の芸能関係者が言う。撮影現場を見てもわかる通り、テギョンは身長が185センチメートルと非常に高いのです。現在、ネットでは木村拓也さんの 身長疑惑が取り沙汰されています。176センチと公表している身長がもっと低いのではと囁かれているのです。スクリーンでテギョンが木村さんと並んだ場合、身長差が歴然としてしまうのではないかと、業界の関係者は皆心配していますよ。日韓の人気俳優の共演でそんな声をかき消すほどの仕上がりを期待していますが、 ドラマの撮影現場では周囲のスタッフにも気を使いながら撮影を進めていたテギョン。日本のスター相手にあらぬ気遣いをさせなければよいのだけど。